というわけで、相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけで、あれついこの間まで寒いとか言ってなかったっけっていう季節の変わり目、すっかり暑くなってきたところでさっぱりしたもん食べたいなというわけで買ってまいりました。それがこっち、ドゥンダムーン、東州レンゲ食堂さんの冷やし中華醤油&チャーハン大盛りです。私の動画でね、何度かお伝えしたことがあるリーズナブルなお値段でがっつり中華料理をいただけるお店ということなんですけれども、冷やし中華は食べたことあったかなっていうようなね、そういったうろ覚えな感じでお送りいたしますけれども、こちらね、チャーハンは以前もねお伝えしたことがあるかと思うんですが、いやもう冷やし中華の季節ですよね。ちょっと暑くなってきてあんま食欲湧かねえなっていう時にこうね、冷たいもんでさっぱりいただくっていうのね、暑い時にはこう麺でズズッといけるっていうのはありがたいですよね。そしてね、冷やし中華独特の酸味の効いたあのタレね、夏を思い出してもうたまんないなっていう、ね、そういった感じなんですけれどもね、その酸味の効いた酸っぱい香り漂ってきてたまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでね、まあいろいろありますけれども、冷やし中華の具といえば、ね、ハムね。このハムたまんないですよね。ハムとキュウリ、錦糸卵なんかとね、一緒にいただきますよ。いやもう本当に小細工なしの土直球冷やし中華といった感じで、この細麺、これがね、いい感じでスープとよく絡んでて、きゅうりのシャキシャキとした食感、並びにね、このハムのね、どこかね、家庭的な味わいっていうのが口の中で混ざり合って、これは本当に夢が。ないですよ。なるほどね。頑張れば家でも作れんじゃないかなっていうような、そういったおかずのラインナップなんですけれども、これはこれでね、作ろうと思えば大変だし、お店ならでは、いやいいとこついてくる、いやほんと絶妙なバランスで、いやほんとに美味しいですね。でやっぱ冷やし中華っていうことでね、麺が伸びないテイクアウト向きなんじゃないかなっていうところもいいですよね。はい、それではチャーハンいただきましょう。いやこちらのチャーハンもね、時間が経ってもパラッパラで、しっかりとねお米一粒一粒にね油がコーティングされてるといった感じで、で味も濃くて美味しいですね。はい、というわけでこちら完食です。というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。まさにみんなが思い描く理想の冷やし中華といった感じでね、そこまで熱くないっていうのも合わさって、もうズバズバと一気にいただくことができましたね。そしてね、この細麺だっていうこともあってね、タレが麺に絡んで、でこう吸い込むのにちょうどいい太さという感じでね、計算され尽くしたかのような、そういった味わいでしたね。いやー美味しかったです。これからの季節にぴったりなんじゃないかななんて思ったりいたしましたね。そしてね、チャーハンもこれまたね、理想のチャーハン、もうみんなが思い描くいつもの味わいといった感じでね、冷やし中華との相性も抜群でしたね。というわけで、皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日は東州レンゲ食堂さんの冷やし中華&チャーハン大盛りいただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。
バイバイ。